遅い時間に、お集まりいただきありがとうございます。また平素さまざまな形で、ご協力いただいているすべての県民の皆様方に感謝申し上げたいと思います。滋賀県ではこれまで57例の今日をもって57例の患者が発生しております。残念なことに14日にはお一人の方がお亡くなりになられました。心からお悔やみを申し上げます。また現在すでに10人の方が退院されておられますが、治療をされている方々の一日も早いご回復をお祈り申し上げるとともに、そのために皆さんとともに全力を尽くしてまいりたいと思います。なお医療の現場では最前線で、まさにこの時もご奮闘いただいているスタッフの皆さん、また介護や相談等業務に当たっていただいている皆様方がいらっしゃいます。心から敬意を表し、また感謝を申し上げたいと思います。また私たち県民の生命や生活を守るために必要な仕事、大切な仕事を担っていただいている方々に対しても心を寄せ、一日も早いこの事態の収束や日常生活の回復のために共に力を合わせていきたいと思います。本日内閣総理大臣からですね、新型コロナウイルス感染症対策に関して全都道府県に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、32条に基づき緊急事態宣言が決定をされました。その対象地域に滋賀県も指定されることになりました。これまでもさまざまな呼びかけをしてきたところでございますが、呼びかけ対策につきまして強化する必要があると考えております。その措置についての考え方はお手元に資料1枚もので、ございます。後ほど詳しく防災危機管理官から説明があると思いますが、区域は滋賀県全域を区域とし、期間は総理発表のとおり令和2年5月6日まで。まず第1弾、特措法第45条1項に基づきまして、外出自粛の協力を要請いたします。すべての県民の皆様方に対し、外出を自粛していただきますよう、その協力について要請をいたします。通院ですとか必要な食料等の買い出し、また職場への出勤など生活の維持に必要な場合を除き、外出自粛をお願いいたします。その他、例えばイベントの開催、施設の使用等につきましては、現時点国の基本的対処方針がまだ届いておりませんので、その内容を確認精査の上検討し判断をいたし、また発表をさせていただきたいと存じます。今申し上げたように、さらなる行動変容を行っていかなければならない、人と人との接触を8割減らしていかなければならないということから、市が5分の1ルールを提唱することといたします。接触機会8割減らす、すなわち私たちの行動、活動、移動を5分の1にするということといたします。例えば週5日通っている仕事を1日にし、残り4日は在宅勤務にするということですとか、10人の会議、8人はテレビ会議で、臨もうと、50分の会議は10分にしよう、また買い物、これも県内の商業施設等に多くの方が家族連れ等で出かけられている事象も見受けられますことから、家族全員で出かけるのではなく一人で買い物に出かけ済ませると、こういう努力、また毎日
出かけるのではなくて週に1日の買い物にしようということなど、もう一段踏み込んだ対策を呼びかけます。県といたしましても徹底した感染拡大防止対策、また現在も取り組んでおります医療提供体制の充実強化、これに最大限資源を投入し努めるとともに、景気経済対策にも全力で取り組んでいくことといたします。今一つ県民の皆様方にお呼びかけしたいことがございます。先ほども申し上げたように、この新型コロナウイルス感染症の対応に医療機関等の現場で全力で、治療等に努力してくれている皆さんがいらっしゃいますが、そのスタッフの方々、ご家族の方々に対する誤解や偏見に基づく差別を絶対に行わないように、みんなかかろうと思ってかかる人は誰もいない、かかること、かかったことは悪くない、差別を絶対に起こさない、お互いがお互いを思いやる、そういう滋賀県で、滋賀県としてこの新型コロナウイルス感染症に立ち向かっていこうではありませんか。このことについても強く皆様方にお願いをしたいと思います。私たち一人一人の行動が、そして、大切な人を守る、そういう行動につながりますし、私たちがいるこの社会を守ることにもつながります。こういう時こそ利他の心で、お互いのことを思いやる心で対処していきたいと思いますので、そのことも併せてお呼びかけ申し上げ、私からのメッセージとさせていただきます。